人類よ、艦長。やっほ、キアナだよ。テレサはブローニャを呼び起こす方法を探すため、中央境界堂データベースによって作られたバーチャル空間に入った。私はこっそりとその後をつけて、一緒にデータで作った第二次崩壊の戦場にやってきたの。この空間で私は第二次崩壊時のテレサとクソパパの AI に会って、それから、小さい時に亡くなったママにも会ったの。私はみんなと一緒に戦って、第二律者を追ってシベリアのバビロン実験室の前までやってきた。気をつけて、強烈な崩壊エネルギー反応だわ。第二律者は中にいるはずよ。テレサちゃん、キアナ、準備はいい？絶対に油断しちゃダメよ。はい！やっとママと一緒に戦える。いいところ見せなきゃ。ふん、実に面白い。まさかこんな展開になるとは、僕の予想を上回ったよ。二人とも彼女を見逃さないように。はい、大司教様、お任せください。承知。任せて。ここは大司教。あ、それは、え、すっごくま、本気で私に勝てると思ってるの？絶対メイ先輩に近づかない。この力、テレサちゃん。でも安心、わかキアナ。うん。口ほどにもない。今日の治療、あれ、ママ心の中、あれ、キアナ日記、え、じゃあこ、何、頭が痛い。何かが私の頭の中で、目を覚ました、キアナ。あれ、セシリア様、何が起こったの？あなた、日記を見て急に倒れたのよ。大丈夫？具合悪くない？大丈夫だよ。ちょっと頭痛がしただけだから。この日記を読んで昔のことを思い出しちゃったの。昔のこと？私も小さい時にママと別れたの。だからこの子の気持ちがわかるの。心が空っぽで誰にも頼れなくて。かわいそうな子。え？恥ずかしがらなくていいのよ。私の腕の中で少しお休み。ありがとう、ま、うん、違う、セシリア様。うん、すご、そうだ、日記も持っていこう。目標捜索中。悪いやつ発見。
違うみたい。体がとママとの楽しい。ダメダメ、何も起こらないよ。お腹いっぱい。あれ？ママはまだ戻っ？疲れた。コンピューターにカードを差し込めば。ビジターデータを検知。産休権限認証開始。やった、これでエレベーターを動かせる。エラー警報、コア権限なし、認証完了できません。え、違法侵入を検知。権限凍結、システムロック、カウントダウン開始。10、9、8。なんで、どうしてよ。ダメ、復旧して。ここで終わっちゃダメ。コア権限検知、認証完了。起動システム読み込み中。え、これはゲーム？キアどうしたの。これはね、光った。え、内視鏡様の好みが。ついでに言うとだ、制御分かった。
の呪文が1909観察の結果51号を実験室に移し、セシ、これはセシ、リツシャとの戦闘中である。それはこれ以上時間を秘密、そう、わかりました。え、大丈夫キアナ、わかった。何ぼーっとしてるの艦長。どうしててめえはここに見せ、そんな、医者にちゃんと治…もう何の関係もない。アイアイさん、待って、なんで騙してごめんね、セシリアさん。キアナ、いやダメ、ここから出す。眠い、ここで少し寝てもいい？本気で私に勝てる？
ことがあるような。